はい、道山です。子供が勉強で必死になっていない、こんな悩み持っていないでしょうか。そこで今回は勉強で必死になれない子3つの特徴、こちらについてお話ししていきたいと思います。お子さんがですね、勉強頑張っていたとしたら、できれば必死になってほしいですよね。でもやるやると言っていながらも、なんかついダラダラやってたり、これ本当にやる気あんのってなってる子もやっぱいると思います。じゃあこの違いって何でしょうか。実はですね、3つ大きな違いがあるんですね。今日はここをお話ししたいと思います。でこれをしっかり理解しておくと、お子さんがね、なんかね、あんまりやる気がいまいちの時に、おそらく足りてないところがわかるようになると思うんですね。でその結果、そこを修正していけば、最終的にね、やる気しっかり出て、そして点数もアップして志望校にも合格できる、そんな流れを作れるようになると思うので、ぜひ参考にしてみてください。ではまず最初にですね、相談内容から読んでいきたいと思います。息子中3です。進路は本人が一番行きたい高校を目指していて、勉強を頑張ると口では言うのですが、点数的に手が届きそうな学校のため、ダラダラした態度でいまいち真剣にテストに取り組んでいません。テストの大切さを伝えているのですが、本人には響かず、手を抜いたような緊迫感のない勉強態度でとても心配しています。どうすればいいでしょうかってことですね。はい、今回の方はですね、点数的に手が届きそうな学校のため、やっぱここがね、一番の原因かなと思うんですが、この逆のパターンとかもあったりするんですよね。なので本当にね、いろんなケースにおいて子供がね、真剣になれていない場合は、の原因ですね、お話ししていきたいと思うので、お子さんにどれが当てはまるかっていうのを一度チェックしてみてください。でまず必死になれることなれない子の違いですね。これ3つ今日はね、紹介します。1つは真剣度、2つ目が合格率、3つ目が環境面ですね。まず真剣度。例えば、絶対にここに行かれたいとかね、ここじゃないと嫌だっていう子は、やっぱ真剣になれます。ただ、第二志望でもいいかなとか、第三志望でもいいかなとか、行ければいいかなぐらいだと、なかなかね、真剣になれないんですよね。だから、今回の相談者の方の場合は、これはね、ちょっと、今回の相談者の方の場合は、多分、ここが原因ではないと思うんですけど、お子さんが例えばね、じゃ志望校を決めました。なのになぜかやる気になっていないっていう場合は、この、本当にそこに行きたいところなのかっていうのを一回チェックしてみることが大事です。次、合格率。この努力が結果に結びつきそうかどうかでもやる気が変わってきます。これ2つに分かれていて、1つが勉強してもどうせ無理って思っちゃうと、子供はもうそもそもやらなくなっちゃうんですよね。私頑張っても今から5教科合計100点あげるなんてどうせ無理だから、もうやっても無駄と言ってやる気なくなっちゃうしまうパターン。あとは今回の方はこちらだと思うんですけど、もう余裕で受かる、もう絶対ここ受かるは勉強しなくてもって思っても、これもやる気がなくなっちゃうんですよね。だからお子さんがどっちかの場合、どっちのかのパターンになっていると、これはね、やる気出なくなっちゃうので、やっぱ適度な志望校を決めていくってことも大事になります。最後3つ目、環境面ですね。そもそも頑張れる状況かどうかってところもね、チェックしてあげてください。っていうのは、例えばお子さんがね、友達と喧嘩しているとします。そうすると、中学生も高校生も小学生も全部そうだと思うんですけど、思春期のこというのは、やっぱ友達関係がうまくいっていないと、もう勉強どころじゃないんですよね。だからこうなると、そもそも勉強できない状態になるので、やっぱここの場合はね、これを改善していかないといけないということです。じゃあ具体的にどのように改善していけばいいかってところですね。今回3ステップでお話ししていきます。今回相談者の方が中学3年生なのでね、一応3年生向けにお話をしていきますが、1、2年生の場合もね、使える内容なので、早い時期からこの辺やっていくとさらにやる気出ると思うのでいいと思います。まず1つ目がアクティブ進路を見つけるということで、お子さんにとってね、もう本当に心の底から行きたい進路のことを僕はアクティブ進路というふうに呼んでいるんですけど、これがやっぱ見つかると子供はとりあえずやる気出るんですよね。だからね、これをね、しっかり探してあげてください。どうやって探すかというと、まずは子供が行きたい条件ですね。どういう条件に行きたいのかっていうのをいろいろ書き出して、それにね、該当する高校とかをいろいろ調べてですね。で、全部一通り見に行くと。で、大体その辺までやると、ある程度ね、見つかります。もちろんね、見に行く学校がもう完全に見当違いだったりとか、あとは、本当子供が行きたいんじゃなくて親が行かせたいと思っている学校とかにしちゃうと、これ見つからなくなっちゃうので、この辺はね、注意してください。一応ね、高校受験志望校に 97% 合格した親の習慣っていう本をね、僕の
昔2020年に、ね、出していて、この中でこのかなりアクティブ進路の探し方っていうのはね説明しています。なので、まあ、どうしても見つからないっていう場合はね、うん、こちらの中にね、こういろいろ調べ方のこうリストとかも載っけてあるので、まあ、よかったらこちらも参考にしながらまずこれをね見つけてください。で、今回の相談者の方、多分これはね、見つかってると思うんですよね。で、次に、じゃあ、それでもやる気が出ない場合は、2番、レベル別に志望校を作るっていうところですね。これどういうことかというと、偏差値、例えば10上がればいけるところっていう風に、例えば志望校があったとします。そうすると、子供によってはね、もう10は無理だっていう風に思っちゃう子がいるんですよね。そうすると、じゃあ、とりあえず偏差値5上がればいけるところもやっぱ探していかないといけません。で、そうすると5だったらなんとかいけそうかなって思うと子供やる気が出てくるんですよね。だからもし行きたい高校があまりに上すぎる場合はこれをねぜひ作ってあげてください。で、今回の相談者はねこの逆ですよね、下のパターンです。で、もう要するに自分は今偏差値50だと、で行きたいところは45だっていう場合ですよね。この場合はどうするかっていうと、まあ、どれだけこの志望校を見に行ったかとかでも変わってくるんですけど、例えばたまたまね2つ志望校を見に行ったりとか、たまたまなんか友達から聞いた志望校であそこいいなと思った程度でもし決めたところだったら、もうちょっとしっかり探していったら他にも行きたいっていうところが見つかる可能性があるんですよね。だからそういうのを探していくといいと思います。で、それが偏差値5上がったらいけるところとか、10上がったらいけるところとかだったら、で、そっちの方が行きたいと思ったらですよ、やっぱ子供は頑張れるようになるので、まあそういったところをまず探してあげるようにしてください。で、もしですよ、いろいろ探してもなかったとします。で、その場合は別に僕は無理に勉強させる必要はないと思います。というのは、なんで今お子さんがね、余裕があるかっていうと、今までに勉強頑張ってきたから余裕があるわけですよ。例えばお子さんが今じゃあ偏差値70だとします。70ってかなりすごいですよね。で、お子さんが行きたい志望校が60だとします。そしたら子供からしたらまあ余裕で行けるって思いますよね。で、そうすると親はね、何としてももっと頑張らないとって思わしちゃうかもしれませんが、なんで70取れたかというと、今まで頑張ってきたから70取れてるわけですよね。であれば別にその貯金を使って楽に志望校に受かるっていうのも一つの手なんですよ。うん。だから、まあ余裕がある場合はね、別に無理に僕は勉強させる必要はないと思います。ただ、一言だけ子供に言ってほしいのは、まあ別に今ね、あなたがこんだけ頑張ってね、やっているから、やった結果だから別に勉強しなくてもいいけど、やっぱりね、この3年生の最後っていうのはみんなめちゃくちゃ勉強頑張るよと。だからちょっとでも切り抜くとすぐに追い抜かれるから、もしかしたら今は余裕があっても直前になったら余裕なくなって下手したら落ちる可能性もあるよと。それでもあなたがいいと思うなら別に今のペースでやっていきなと。うん。いう感じで言ってあげてください。で、子供がそれでもいいと言うんだったら、仮にそれで落ちたとしてもね、子供は、ああ、しまったなと思って、次の大学受験はまたね、ちゃんと最後まで手を抜かずにやろうっていうふうに思えるので、うん。そこだけはね、確認してあげた方がいいと思います。で、あと最後、ステップ3なんですけど、勉強できる環境を整えるってやつですね。まあ、先ほども言ったように、学校でトラブルが起きている。例えば友達と喧嘩しているとか、先生と揉めているとかね。こういう場合は子供はそっちに意識がいっちゃうので、なかなか勉強できるようにならないんですよね。この場合は先生と連携して早急に解決をしていった方がいいと思います。あとは、ま、勉強の仕方がそもそもわかんないとかもやっぱいるんですよね。何から始めたらいいかわかんなくてできないとかね。うん。で、この場合はね、そもそも親が、ま、勉強の仕方を教えてあげるってことがね、やっぱ第一です。まあ、このチャンネルとかね、ラジオでもいろいろお話ししていますし、まあ、具体的なやり方はね、僕が無料で配信している7日間で成績アップ無料講座、この中でかなり詳しくね、動画でお話ししておりますので、まあ、もし興味があれば、YouTube の場合は右上から、Voicy の場合はリンク貼っておきますので、こちらも見てみてください。で、あと、わからない問題があると、いくら勉強方法がね、わかったとしても、子供はそこでやりたくなくなるんですよね。そうすると、まあ、いざね、志望校とか決まっていても、なんかやりたくないなーって気持ちになっちゃいます。だから、この場合は、親とか塾とか家庭教師とか、そういったところでしっかりサポートしていかないと、やる気って出ないですよね。だから、ちゃんとやる気が出た後に、それが継続できるようにするために、このステップ3である、勉強できる環境を整えるってこともね、ぜひやってみてください。ということで今日は勉強で必死になれない子3つの特徴ということで、まあ必死になれる子となれない子のね、違いをお話ししました。勉強にね、必死になれる子というのは、もう基本的にこの3つがね、ちゃんとしっかりできている子になります。なので、ぜひお子さんが今ね、真剣になっていない場合は、ここがね、どこが足りてないかっていうのをチェックして、そして足りてない部分を補ってあげてください。